日本テリアは日本原産の犬の一品種。家庭犬として作出された非常に紐の短いトイテリアで日本原産犬種としては唯一のテリア犬種でもある。系統は具体的には不分明。1700年代にオランダから長崎に渡来したスムース、フォックステリアをとして小型の在来犬を廃止、後に神戸で改良したものであるという。 ただし、スムース、フォックステリア自体、犬種としての固定は1862年頃まで下るので、伝えられる年代が正しいとすれば、厳密には、スムース、フォックステリアではなく、その原種犬が、日本テリアの先祖ということになる。他に、トイマンチェスターテリア、イタリアングレイハウンド、トイブルテリアなどの血が入っているのではないかとも、考えられる。主に神戸で、 抱き犬として、可愛がられ、神戸テリア、おゆきテリア、ミカドテリアなどの愛称で親しまれた。おゆきテリア、青ゆきテリアの名は、アメリカの大財閥であるモルガン家の御曹司と、結婚して有名になった女性の名によるもので、彼女はこの犬のファンであったという。1920年頃から、計画繁殖が行われ、1930年頃に、タイプが固定された。 1930から32年には日本テリアブームが起こったが、特に1932年にはブームが爆発し、日本テリアの繁殖や売買以上とが陶器化するに至った。しかし、この年に大阪で組織された日本テリアクラブを筆頭に研究団体が全国に次々に樹立されると、これらが互いに連携して、 さらなる固定戦連への堅実な努力が積まれるようになった。不運なことに、日本テリアの流星は、太平洋戦争の海戦によって終止符を打たれた。戦時中は、軍用犬を除く、他のすべての犬種と同じく、日本テリアの数も激減した。絶滅の恐れもあったが、戦後、愛好家の努力によって蘇ることができた。愛眼犬として、日本テリアは、 現在も熱烈な愛好者を持つ。しかし、戦前のような幅広い人気が回復することはなく、日本原産権としては最も知名度の低いものの一つに留まっている。そのため、数も比較的少なく、絶滅を危ぶむ声もある。ジャパンケネルクラブの2009年出産登録数は約40頭と年々減少の傾向をたどっている。 2011年の出産登録数は18頭であった。体は小さいが、スマートな外貌鮮明で、引き締まった輪郭を持つ。ビロードのような感触の短い紐が特徴であり、毛の長さは2トル内外である。戦前は、長さ1ト、mm、ル程度が良いとされたが、それでは皮膚を傷つける恐れがあるため、現在は皮膚が隠れるくらいの長さとなった。 短毛のため、寒さには弱い。冬には暖房への配慮が必要である。耳は高い位置についており、V 字型で、半分が前方、または横に垂れる。目はアーモンド型で、暗褐色。尾は、適度に細く、生まれて一週間以内に、直立する程度の長さに、暖をする習慣がある。機敏な動作が、魅力的な犬種ツツしており、 明るく活発。感覚が鋭く、外来者への警戒心も強い。侵入者にはよく吠えるので、番犬向きでもある。とはいえ、テリア類の中では、比較的おっとりしていて穏やかな方。理髪であり、人間の言葉にもよく反応する。飼い主の表情や状況を読み取って、その場に応じた行動ができると言われる。頭部は、ブラック、タン、ホワイトの三色。 フォディはホワイトにブラックスポット、ブラックマーキング、またはタンマーキングがある。ありがとうございます。